はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回は久しぶりにね、たたりとか呪いに関する話ちょっとしたいと思います。世の中にはね、絶対に触れてはいけないものとかってあるよね。それに触れることによって、まあ呪われるとか、たたりがあるとか言われてるもの、いわゆるこの、なんていうの、呪物的なもの。で今回は木なんですけど、触れてはいけないと言われてるたたる木っていうのは日本全国が結構あったりするんですよ。するんですが、その中でも群を抜いて最強と言われている木があるんです。でこの木はもともと線路沿いに生えていまして、今ではね、枝がさ、はみ出して線路に出ちゃってるにもかかわらず、まあ伐採どころか枝払いとか葉っぱを取ることさえできないんだそうです。でこの木はコウノキっていう木でして、いわくはね、明治時代あたりからもうあったらしくて、線路もわざわざね、この木を避けるようにしてこうカーブしてね、設置されてるんですよ。でこの木は地元では知らない人がいないくらい有名で、で子供の頃からもうね、子供たちに絶対に近寄るなとか触っちゃいけないとかって教えられてるんだそうです。で落ちた葉っぱですら触ることを禁止されてるみたいです。ではこれどんな曰くがあるかって具体的に言うと、古い順に話していくとね、大正時代に近くの集落で端午の節句で柏餅を作ることになりまして、でその餅をくるむ葉っぱとしてこの木の葉っぱを使ったんだそうです。でその結果、餅を食べた集落の人は次々と倒れて死んでいったそうです。でわずかに残った人たちもその直後に大洪水に襲われて、集落は完全に倒壊となって、数人の生き残りだけが別の地へ移転したんだそうです。でこれだけならね、まあ偶然っちゃ偶然って言っても差し支えないって思うんですけれども、これは単なるね、序章だったんですよ。実は大正7年に駅の拡張化などからこの木を伐採する計画が上がったらしいんですが、工事を引き受ける業者の従業員が亡くなったり、その会社そのものが潰れたりなど、いろんな不幸が続いて誰も工事を引き受けず、その工事の計画が白紙になったそうです。でもつい最近って昭和だけど、昭和28年にこのやっぱりね、線路に邪魔だっていうことで、この木をまあせめて枝払いしようっていう、枝だけ切ろうっていう話になって、でまああくまでも伐採じゃなくて、伸びすぎた枝を切るだけの作業、でそれでもたたりを恐れて、まあ丁寧に慰霊祭とか行ってから作業が行われたんですけれども、作業を始めた直後、従業員が死亡で、その作業員はなぜか夜に線路の上を歩いてて列車にはねられたんだそうです。なんで夜に線路の上歩いてたのか全く分かんない。でそして5年後、再びその枝払いが行われまして、その作業をした作業員がまた同じく列車にはねられて死亡。しかもね、前に列車にはねられて死亡した方と死亡時刻が全く同じだった。夜だった。ここまで来るとね、さすがにちょっと怖いよね。さらに同じ年の11月にお祓いをまあ執り行ったんですが、お祓いを執り行った方が、その後ある養殖場で、その養殖の池の中に水死体の状態で発見されてるんです。なぜこの池に落ちたのか、わざわざその養殖場だよ、養殖場、釣り堀じゃないよ、養殖してるところに赤の他人がわざわざ普通そこ入る、おかしいじゃないですか。ここまで来るとね、もう誰もね、この木には近寄らない、この木そのものなんか意志があるんじゃないかって思えますよね。
ただこの木目立って大きい木でもないんですよ。知らない人がその辺通っても全然わかんないような普通の木に見えるんです。だいたいたたりのある木ってさ、なんかこうご神木とかって言われてるようなもうどでかい木って想像するじゃないですか。全然そういうのじゃない。普通にいっぱいある木のその中の一つみたいな感じ、そんな目立たない、普段は目立たない感じの木なんですよ、うん、でもそんな木でもね、まあそういった曰くがたくさんあるんですよ。今のところね、その後の情報っていうのはないから、その後のことはわからないけれども、でもやっぱりね、枝はどんどん伸びていくから、邪魔にはなってるんですよね、うん、だからあれ一番最近で私聞いたのはさ、もう枝払いすらできない、枝すら切ることができない状態だから、直接線路に入ってこないように、その部分の線路にこうなんかこうドーム型の建物をこしらえて、その建物の上に枝がこう伸びていくように、そういう風にしてたんじゃないかな、うん、結局切ることは諦めたみたいな、うん、あくまでも電車と干渉しないようにっていう感じで、その部分を逆に屋根つけたもので覆っちゃったんじゃないかなと思ってた。多分ね、地元の人はさ分かると思うよね。今回あえてさ、何県のどこどこの なんていう地名の何々線のところにある木ですとかっていうのは言わなかったけれども、多分ね有名だから、心霊系とかそういったものを知ってる人だったら、あすぐ あそこだって分かると思います。皆さんもねネットでくぐればねすぐ出てくると思う。例えばたたりのある木とかってググればいくつか出てくると思うから、その中で私が言ったような特徴、うん、線路沿いにあるところとかそういったのを調べていくと、もうすぐ限定されると思う。興味ある方はね、ちょっと調べてどんな木か画像だけでもね見てみてください。